こんにちは、たくみクラフトと申します。今日はキーリーの DS9 のレビューをしてみたいと思います。2つ並んでいますが、今日のメインはこちら側の方のディストーションのペダルになります。なぜ SD9 を並べているかということですね。 DS9 という名前からとこの筐体の色からもちょっと想像できる通り、こちらはボスの DS1 っていうオレンジ色のディストーションのペダル、そして、マクソンやアイバニーズから出ていた SD9 というソニックディストーションですね、というディストーションペダルをコンセプトとして、その2台の音を1台で出そうっていうのをコンセプトとして出されたディストーションペダルになります。なので今日はちょっと音の比較をしていきながら DS9 の紹介をしていきたいと思います。早速 DS9 弾いてみたいと思います。こんな感じの割とカラッとしたディストーションになります。オリジナルの SD9 の方ちょっと弾いてみたいと思います。結構似てるんじゃないかなというふうに思います。もっと SD9 の方が肺がきつくてジャキジャキしてる感じですね。あとゲインが、今どちらもディストーションのつまみは12時の状態なんですけれども、ゲインが、SD9 のオリジナルの方がちょっと高めかなというような感じです。そして DS9 の方特徴的なのはですね、レベルとトーンとディストーションのつまみの他に、カットオフという、つまみがついていて、こちらはベースの領域ですね、低音をだんだん削っていくことができるという、つまみになります。右に回せば回すほどどんどん低音がカットされていきます。ちょっと歪み量を増やしてみて弾いてみたいと思いますが、今カットオフが、ゼロの状態です。カットオフが9時。カットオフが12時。カットオフが3時。そしてカットオフがマックスの状態。一番ローがカットされている状態ですね。SD9 は割とカラッとした歪みではあるんですけど、結構ローは出てるといえば出てるんですよね。カットオフ0の状態。ちょっと、DS9 の方がカットオフっていうのがついてるせいっていうか調整できるようになっていて、ローは、カットオフが0の状態だと DS9 の方が出るような印象があります。なのでちょっとカットオフをしてあげる方がオリジナルの SD9 の方に音に近づくかなというような感じです。トーンもちょっと上げてあげると、まあ別に SD9 の音を作る必要は全然ないとは思うんですけれども、
こんな感じだと結構近いかなというような感じです。はい、それでは次は、トグルスイッチで SD9 のモードと DS1 のモードを、こちらは切り替えることができるんですけれども、続いて DS1 をつないで比較してみたいと思います。 DS1 をつないでみました。DS9 の DS1 のモードにした方をちょっと弾いてみたいと思います。先ほどの、SD9 のモードよりもですね、トランジスタの増幅回路が、追加されて、音がより歪むようになって、歪みが原因量が増していますね。次 DS1 の方を弾いてみます。いかがでしょうか。結構似てると思います。先ほどの SD9 のモードではですね、 DS9 より SD9 のオリジナルの方が歪みましたが、 DS9 の DS1 の方のモードだとですね、おそらく DS9 のこちらの方が歪むかなというような印象です。ディストーション DS1 の方が原因を上げた方が、音が似てくると思います。DS9 の DS1 のモードはちょっとファズっぽいニュアンスが、ブチブチした感じのニュアンスがあるかなというような印象ですね。トーンをもっと上げてみるともっとカラッとした、そしてローカットがやはりあるとちょっと便利かなというふうに思います。ディストーションを上げて歪み量を上げていくと、やはりローが膨らんでくるので、ちょっともたついてる感じが重いというか、ブンブンしすぎかなっていうような時にローカットを使ってあげるといいかなと思います。
構ノイズが、ディストーションをここまで上げると結構ノイズが乗ってきます。はい、こんな感じです。1台でまあ2種類の音が、 SD-1 の割とカラッとした感じのディストーションサウンドから、 DS9 のもうちょっとローが効いていて骨太な感じのロックサウンドかなまで出すことができる、ペダルだと思います。もし、DS-1 とか SD-9 とかの音が気になっている方は、2台買うより1台この方が安いですし、まあペダルの、ペダルボードの容量というか面積も1台に2役っていうことになれば節約できるので、そういう方には便利かなというふうに思います。はい、それでは今日はキーリーの DS9 のレビューでした。よろしければチャンネル登録、 Twitter、Instagram のフォローもお願いします。以上、たくみクラフトでした。